待って BGM かけ、まあ、小さめでいいよ、BGM、はい、もう開始しましたとかしてます。はい、あ、ちょっと待ってそれこれあ、これはどうやって見るんだったかな。あ、ここかな。あ、これでいいのかな。音聞こえてますか。聞こえてるかな。こんな感じで。書き込みがありがとうございます。待ってました。 ありがとうございます。こんばんは。始まったこんばんは、たくさんの方が、あ、見えてますか、聞こえてますか。 ありがとうございます。いや、ちょっと久しぶりの動画で緊張してますこんばんは。あ、嬉しい。あ、やっぱりちょっとあれですね、スタイフとは違うメンバーがたくさん来てくださってますね。あ、嬉しい。すいません、遅れてしまいました。あの、だいぶ余裕を持って7時から始めるつもりだったんですがやっぱりこの機材関係がですね、いろいろトラブってしまいまして、なんとか、どんぐらい20分ぐらいお待たせしちゃったかな。すいません。みんなご飯食べてるの、何してるんだろう。動く竹中さん動いてます。そうなんですよ。あ、確かに久しぶり。あ、本当ですか。いや、私なんてもうみんなのことどんだけ見てないか。どうしよう、みんな全然変わってたら私はこんな感じで相変わらず元気にやっております。そう、最近は、最近というか去年からスタンド FM というアプリで、あの、ラジオを始めまして、で毎週それは収録してアップしてるんですけど、今年に入って自粛期間、緊急事態宣言が発令されて、みんなおうち時間どうしてるのかなということで、そのラジオの方では結構もうほぼ毎日とか2日に1回ぐらいのペースで配信をしていたんですけど、動く動画は本当に去年の夏ぐらい、クリスマスにあのプレミア配信ライブ、無観客ライブはやらせていただいたんですけど、もうそれ以来ですよ。あ、明けましておめでとう明けましておめでとうございますそれ以来出すよって言っていやいやいや、おかしいの、さっきウイローリー言ったんだけどな。私ピザポテト食べて待ってました。
いいですね。テレビ画面で、テレビ画面ってめっちゃ大きいやつ。ちょっと恥ずかしいけど。そう、でも去年より画質良くなったと思いません？ちょっとカメラを変えてみました。いろいろね、進化してます。ピザポテト、待ちくたびれてビール2杯目いいですね。なんならあれですよ、ビール入れましょうかビール入れますよ。聞こえてんのかなこれ聞こえてんのかな、ちょっと音ちっちゃいかな、音ちっちゃいよね。この音の大きさがちょっとわからない。 BGM ちっちゃい。わかんないな、ちっちゃいかな。ちょっとね、いや、いろいろ試してみたいなと思って、今後のために、今日はそういろんな、去年よりバージョンアップしているので、そういろいろやってみようと思って、ごめんなさい、いろいろやっぱりトラブりましたね最初。なんとか間に、焼き芋食べながら、いや、いいな、みんないいじゃん、いいじゃん。羽ピアス、あ、気づいてくれて嬉しい、ありがとうございます。一応ね、動画だしと思って、みんな変わってると思う。スタイフも見てます、痩せました？私は、痩せました？痩せた？でもなんか最近甘いものが美味しくて毎日のように食べてます。今日も丸ごといちご買ってありますこれが終わったら食べようと思っております。2月に明けまして、ビールって言った、私コーヒー入れてた、そうなんだよね。エアビール、パントマイム、いやいいですね、皆さんありがとうございます、ツッコミ。そうで、今日はスタイフでもちょっとたまにね歌ったりしてるんですけども、 YouTube でも今日はジェイコちゃんをじゃーん持ってきてるので、なんか歌ってみようかなと思います。あ、そうそう、なんかね、一応今回から投げ銭っていうわけじゃないんですけど、なんか楽しんでもらえたら、応援チャージというのを、ご用意させていただいておりまして、多分このトップページの文章のところなのかな、今みんなにどういう風に見えてんだろう、ちょっと私が見てる画面と違うのでどんな感じかちょっとわからないんですけど、今みんなに、あ、ちょっと待って、ちょっと携帯で流れちゃったそこからリンクが貼ってありまして、よかったらそちらに、応援チャージというのもありますのでよろしくお願いします。スタイフスタジオ、あ、違うんです、ここはいつもスタイフは自宅からやってるんですけど、ここは違うんです。後で後ほどここがどこか分かると思います、じゃあちょっと、そう、この間スタイフで歌った曲をねちょっとやってみようかなと思います。
私の大好きなマンボです。これもともとリクエストで、歌った曲なんですけど、離れ組の君は僕の友達という曲を歌ってみようかなと思います。すごいね、いい曲です。ありがとうございます。離れ組のカバーで
君は僕の友達、聞いていただきました。ありがとうございます。ボトル、ボトルありがとうございます。何飲んでるんですか？コーヒーです。コーヒー飲んでます。歌も写真も、あ、嬉しい。ありがとうございます。あ、パチパチもいっぱい。そこちょっとね、多分時間がずれてて、いい曲ね、ありがとうございます。ちょっとね、そのスタイフで使っているオーディオインターフェースを今日初めて YouTube ライブで使ってみたので、どんな感じかなというのもあって歌ってみました。あー嬉しい、ありがとう。あー綺麗に聞こえてますか？あ、よかった、ありがとうよかったです。いいね、やっぱりこのチャットがあるっていうのはいいですよね。いや久しぶりにそう動いてますみんな今何してるんだろう。ご飯食べてるんですか？もう食べ終わった。土曜日の7時8時って言ったら何してんだろうね。ちょっとママ世代はかなりバタバタ忙しい時期かもしれませんが、コメント見てもらえたと見て全部見てますよもちろん。オーディオインターフェース何使う、今はあのヤマハの AG06 といういわゆるもうあの配信者さんがよく使っているやつなんですけど、そうちょっとね、本当はあのこれ用のなんかダウンロードして、あの音をもうちょっと細かくいじれるものがあるらしいんですけどね、今ちょっとこの状態でどんな感じかなというのを夜の時間帯のエリノさんの歌、あ、そうですよね、夜の女ですねあ、嬉しい。買い物から帰ってきてこれからご飯、そっか、何作るんですか？餃子とか焼きそば食べ終わりました。あ、うち今日朝ごはん焼きそば作りましたよ あ、何この音は、あれ聞こえてるのかな。え、これ聞こえてます？音、そうそう、配信の定番、そうそうそう、やっぱねめちゃくちゃ使いやすいんだよねそう、実はですね、今日アルバムの作業をしていたんですけど、で、まあ、7時からちょっとこれをやろうということでいろんな機材を持ち込んでセッティングして始めて、でちなみにこれってなんかこうこれピアノつなげられるのかなとか言ってこうつなげたらつなげられたんですねそうということで今日ピアノの人がねいるんですよピアノの人これ生 BGM です。今生 BGM 聞こえてますピアノ聞こえてます。あ、初めて見ましたっていう方もいらっしゃる、嬉しい。初めまして、竹中えりと言います、意外と長く歌ってますそう、ピアノの人、そうおつまみの人おつまみの人、そうそうそう、おつまみの人ね、きっとポリンピエリちゃん普段は夜ご飯何時に食べてるのかな。あ、早いよ、うちやっぱ6時半とかかな、5時半とか6時ぐらいから作り始めて6時半7時ですね。音源じゃなくてピアノマンがいる生ピアノ BGM
じゃあポリッピーさんに来ていただきましょうかね。いやだから行かれへんからそっち。弾きながらは無理ね。弾きながらは無理ね。じゃあちょっとあのご挨拶を。音止まるよ。止まる。BGM 止まりますけど。いや BG 出さんから BG 弾いてたよ。そういうことか。なんで BG 出さんのって。あ、そういうことか。私が忘れてたってことか。なるほど。あ、来ました。来ました来ました。聞こえてますか。はい。そう、今日私一人で本当やるつもりだったんですけど。映ってますか。見えてますか。このパソコンで見えるのかな。もうちょっと。え、マジで。あ、でもこれずれてるから。あ、入ってるやん。入ってますね。いや、何の時間これ。あ、ちょっと。ポリッピーさんでーす。どうも。今日はあのピアノで。あのたまに入ってくれるそうです。ぶっつけ本番です。てかもうポリッピーさん会うの久しぶりだよね。そうですね、今年初めまして。今年初めましてぐらいかな、本当それぐらいです。あのオンラインでアルバムの作業は続けていたんですけど。いや、そうなんですよ。実はポリッピーさんもあのそうだ、あのスタイフで。何なのポリッピーさんって。ちょっと自分がポリッピーって名前、ポリッピーカズオ、カズオだっけな、ね、あ嬉しい、ポリッピーさん来たってみんな言ってるよ。いた。初めての人分かりづらいよね。 そうなんです。あの改めまして、あの今、私のニューアルバムを一緒に、作っている上田総一というキーボーディストなんですけども、もはやキーボーディストなのかな。いやもう分かんない。今日ももうなんかいろいろ頑張って、ね、いろいろなんかいろんな音楽家です。いろんな音楽家、いろんな音楽家、はい、パリピですね。そうですね、パリピです。パリピ、もうパリピなの。パリピ、パリピポリピさんです。ケチャップ色のエリさんとマスタード色のソウちゃん、ホットドッグが今日の衣装のテーマで。なるほど、ホットドッグ、どうもホットドッグですっていう感じ。これ初めましての人もいらっしゃいますよね。はい、あ、そうですね。そうで、そう、ソウちゃんはね、まあそのきっかけはもう10年ぐらい前なんですけど、あ、そうか、カメラこっち、ついついマイクに喋って、10年ぐらい前から、ライブのサポートでお世話になっていまして、そしてこの2年ぐらい 2,3 年あの音源も一緒に作ったりしてます。でこの YouTube チャンネル、あ、西川さん、西川のおっちゃん、上田さん、お久しぶり。ご無沙汰してます。こういうところでの感じなんですか。嬉しい。あの西川さんってあの金沢の方のでお世話になっている方です。嬉しい。いいね、こう気軽に書き込んでくれるの嬉しいな。知り合いの人もよかったら。そうで、あのこの YouTube の方でも去年、ミュージックビデオを3作品アップさせていただいてるんですけど、 Always とモチベーションファインド、この3曲一緒に作らせてもらってるポリピさんこと上田総一さんです。面白い。初見です。あ、嬉しい。笑顔と感謝さん、初見じゃないですか。初見ですね。よろしくお願いします。さよならさよなら YouTube でいつも、はい、嬉しい。さよなら。嬉しいな、ありがとうございます。じゃあ動いてる私はそのさよならさよならのミュージックビデオ以来って感じかな。すみません、初めましてだから、え、旦那様と思ってました。あ、違います。あ、残念ですね。ポリピさんでした。パリピさん、
アルバムはもうミックスまで行ってるんですか？行ってますよ、もちろん。今もやってましたよね、確実に。そうなんです。あともう一歩ですね。あのミックスはもう大体終わってるけど、その他の細かい作業はね、うん、マスタリング系もこれからやってという感じですね。アルバムね、気になりますよね。一応春ぐらいにはあの届けたいと。やった頑張ってくださいはいと思っております。いやいやいや、そうだからなんかそうちゃんせっかくピアノ音出せるってことでなんかやろうかっていう話をしてたんですけど、譜面とかね全然持ってきてなくて、うん、そう何やろうかって言ってたんですよね。まあ、それもさっき決まった話ですけど、ね、やっぱセッティングにすごい時間かかるもんね、これね。そうそうそう、こういうのはね、うん、いや本当に勉強になる。いつもね配信スタッフさんがいてくれるので、うん、やっぱりこう配信スタッフさんのありがためがね、さらにありがためがね、ありがためありがためですよ。ありがためを。さっきの出すよも面白かったけどね。めちゃくちゃ感じながら本当に感謝です。でね、そうなんかじゃあどうせ譜面がないんだったらなんか新しいのをやってみようかって話になりまして、本当さっきの話なんですよ。で、できるのかな、できんのかこれできんのかなっていう感じなんですけど、そう私がスタイフでカバーをするように皆さんからリクエストを募っていまして、でたくさんリクエスト来てる中で、スタイフのレターとそれから普通にDM とかもあるし、あとインスタライブ、あ違うインスタライブじゃない、インスタでの書き込みとかいろんなところで皆さんがリクエストしてくれてる中で、ちょっとね一つね面白そうだなっていうのがこれ、これちょっとエアコンつけていいですか？いいですか？ちょっと寒くて我慢してたけど寒いよね。寒い。あれこれ暖房してください。これでいいですね。ちょっと暖房の音聞こえちゃうかな。その分熱唱するから寒い。寒くなってきたよね、だんだん指がそうで、あれどこまで話したかないや分かんない、聞いてもらった。あそう、それでなんかちょっと面白そうだなっていう曲が一個ありまして、あもうそうそれだ、まさに今をかけるいやこれね初めて聞いたけどビーがすごいな。ねでもいい曲だったよね。YOASOBI さんの、群青という曲なんですけども、私ちゃんと聞いたことがなくて、で聞かせてもらったらあの CM になってますよね。でああ聞いたことあるっていう部分はあったんですけど、初めてその1曲通して聞いてみて、いやなかなかできるの？なかなかの高度な曲で、でもなんかどうせだったらちょっとやってみようかっていう話にもうさっきなりまして、今だよね、今何15分ぐらい前になって、慌てて私も歌詞を用意して、でそうちゃんも音取ってくれて、汚ねえなこの字、俺汚いよこれちょっとそれ見めちゃくちゃ汚い。だってさ普通さこうやって譜面とか書くじゃん音楽家ってさ、なんかこうやって玉譜とか書くじゃん、はいはいはい、こういうやつさ、今日これやから大丈夫これで弾けるの？めちゃくちゃ普通のメモ帳だからね。だって自分携帯見ながらやればいいやんって言ってたやん。いや携帯見てやろうかなって思ったんだけど、でもそうそうそうね、曲わかんないもんねそれ。そう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 、うん、チャレンジですね。チャレンジ。ちょっとあれこれ大丈夫だよね、動いてるよね。うん、なんか動いてる。リモコン P から別に、え、見えない？あ、メモ書き？うん、今から弾くからさ。そうそう。これね、これが、まあそれはオールウェイズの、ね、オールウェイズのね、綺麗な譜面ですよ。で今から、今から見る譜面はこれです、これ。切った譜面なのかこれ。しかも弾けんのこれ。いやだからまあちょっとチャレンジということで、で
いずれこれもせっかくなんでまた YouTube とかにちゃんとね改めて収録できたらいいななんて思ってます。そうか、群青って有名な曲なんだよねこれ。群青ってああまさかエリちゃんの群青聴けるとは、ああ嬉しい。ちょっと今お母さんから電話かかってきてます。出たらどうですか。いや全然出たら、やだな。やばい、母ちゃんから電話かかって面白いな、こういうの。ちょっとこれお休みモードにしとかな。綺麗な、いやー母ちゃん大丈夫、それ用事なんかあるんじゃん。多分今日ね私が電話をして出なかったから、うん、それを今気づいたんだと思います。じゃあ誰か代わりに母ちゃんに電話しといてあげてください。なんだこれ。ということで夜遊び、ちょっと待ってね、いけるかな、ちょっと待って。難しいんだよな。ちょっともしかしたらなんか自分なりにアレンジしちゃうかもしれない。ここん、まあいいや、なんかやってみるかわかんないけど、チャレンジだ。チャレンジということで皆さん多めに見ていただけたら、そう、ね、嬉しい。もし夜遊びさんが見てたら本当すいません。いやいやいや、これはわかんないじゃん YouTube の世界って。あ、まあそうそうね。ね、エアコンってすごいよね、この音。え？エアコンうるさいかな。大丈夫？大丈夫？まあ、歌えます。やってみるか、とりあえず。ピッてもう。何年目？マジ。やっぱほら乾燥するかなっていうのは。生きづら、今しかも今もう出したし。ちょっと待って。ちょっともう本当。おもろいな。それそうさん画面って見れてるんですか？携帯で見てる。携帯で見てますよ。あ、携帯で見れてる。うん、エアコンの音してない。あ、ありがとうございます。ピーは聞こえたよね。ピーは聞こえた。よし、じゃあ行ってみますか。チャレンジ、夜遊びさんの群青行ってみます。ちょっとゆっくりめにやりますからね。はい。ああ、いつものように過ぎる日々にあくびが出る、さんざめく夜越え、今日も渋谷の街に朝が降る、どこか虚しいような、そんな気持ちつまらないな、でもそれでいい、そんなもんさ、これでいい。知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ、ほら見ないふりしていても確かにそこにある、感じたままに描く自分で選んだその色で、眠い空気まとう朝に訪れた青い世界、好きなものを好きだという怖くて仕方ないけど本当の自分出会えた気がしたんだ。
手を伸ばせば伸ばすほどに遠くへ行く、思うようにいかない今日もまた慌ただしくもがいてる。悔しい気持ちもただ情けなくて涙が出る。踏み込むほど苦しくなる、痛くもなる。感じたままに進む、自分で選んだこの道を、思いまぶたこする夜にしがみついた青い誓い、好きなことを続けること、それは楽しいだけじゃない、本当にできる。不安になるけど、ああ名前もほら名前も自信がないから描いてきたんだよ。何回でもほら何回でも積み上げてきたことが武器になる。周りを見たって誰と比べたって、僕にしかできないことはなんだ。今でも自信なんかない、それでも。感じたことない気持ち、知らずにいた思い、あの日踏み出して初めて感じたこの痛みも全部、好きなものと向き合うことで触れたまだ小さな光。大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ。自分にしか出せない色で、朝も夜も走り続け、見つけ出した青い光。好きなものと向き合うこと、今だって怖いことだけど、もう今はあの日の透明な僕じゃない。知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ。ほら見ないふりしていても、確かにそこに、今もそこにある。知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ。さあ見ないふりしていても、確かにそこに、君の中に。できてたのか。めっちゃ緊張した。しかも寒い手がちょっとまた寒いんですけど、手がマジで合ってたのか、この曲。これ一応ブラボー、ブラボーっていう。あ、そうですか。もうね、しょうがないよね自分でやる。あ、たくさんありがとうございます。あ、パチパチありがとう。あ、本当よかった、よかった。初めて聞きました、いい曲。そうなんですよ、すごくねいい曲で、でもね、あの多分オリジナル聞いたらあまりの違いにびっくりすると思いますあ、リバーブ切ってもらっていいですか。すみません。まずあのテンポがもう全然違うっていうね。
そうね、もう倍ぐらい違うんじゃない。どういうテンポか覚えてない。ありがとうございます。いやーよかった、本当によかった、よかったよかった。控えめに言って最高嬉しい。本当ちょっとあのすごいね、一回もだからあのや今本当に初めて会わせたので、この、アーカイブを見てあのどんな感じだったかを知るっていう感じです。そっから改善していくみたいな。代わりにお母さんに電話しておきます。マジですごい、まあ、ありがとう。今度家に帰ってくるときは品川駅でおはぎとほうじ茶買ってきてって言われて、あ、おはぎね、そうそう、うちのお母もおはぎ好き好き。だから母ちゃんに電話した手で喋ってましたからね。ファインドに通じるものがありました。だっておお、すごい、ピアノ良かったって。あ、よかった、すごいすごい。変な音出てたけどね。いやー、ライブだね本当に。一生懸命さが伝わる。ありがとうございます。それがもういいですね。それが一番いいです。ありがとうございます。いやね、こうやっぱこう挑戦していかないとね。そうですよ。って思いましてね。うん、竹中ありの世界観に塗り替え。あ、本当ですか。もうこれしかできないんだよきっと。もう自分流にしか歌えないですね。多分。しょうがない。いやー、よかった、喜んでもらえて。アルバムに収録しませんか。本当に永遠に出せなくなるよアルバム。いろいろね、許可を取るのが大変そう。いやでもね、あのそうそう、これよかった。ちょっといつかそのリクエストを受けた時に、へえ、ちょっと YOASOBI さんを私やるなんて、きっとみんなびっくりして面白いだろうなと思ってたんで、またあのスタイフの方とかでもねやってみたいなと思ってます。大人な感じ、初めてフルで、あ、そうなん、意外とねフルで聴かなかったりしますよね、 CM とかで聴いてる曲って。あ、嬉しい。ちょっとじゃあもういろいろあの誰か YOASOBI さんに許可取ってきた。面白い、最高。シナさん撮ってきてください、お願いします。そういう番組なのこれ。いやいやいや、全然そうなんじゃない。だから本当に今日こんな歌うつもりなかったんですよ。私一人でしっぽりただ弾き語りをして終わろうと思ってたのに、なんかそうちゃんがこれ弾けんじゃないみたいな話になって、ちょっとつなげてみるって言っていけちゃいましたね。弾けてなかったね。でも弾けてなかった。全身に弾けてなかったと思う。全身ね、面白いな。そう、なんであのちょっとさ、最近のさあのいい曲をね、みなつさんにも教えてもらいたくて、もちろんあの私なりにはアンテナをそれなりには張ってはいるんですけど、やっぱりね、谷村新司さんの群青。そっちの方が許可難しいやろ。なんかそんな気がすんぞ。いいですね、やってみようかな。群青ってアルバムにしてさ、群青っていう曲をさ、いろんな人の群青歌う。進めて進めて、マジすごいな、顔見えてない人に突っ込まれるっていうね。進めてください。いやーなんか楽しいね。ごめんなさい、でもなんかこう動画であることを忘れて、ついついコメントばっかり見てしまう。なんかあのスタイフの感じでやっちゃう。いやー、よかった、とりあえずよかった、うん、ありがとうございます。そして今何時なんだ。8時過ぎ。よし、じゃあ最後に一曲ですね、最後にね、せっかくそうちゃんがポリピさんいるんで、ポリピさんに弾いてもらってやろうかなと思います。終わりにしようかなと。あっという間だね、もう1時間経つんだよね、もうちょっとで。
いや楽しかったな。でもまた YouTube ライブもやります。スタイフもやるんで両方来てね、ぜひ。で今度はまさにその私のおうちライブっていうんですか、私のスタイフ用のちょっと配信ミニスペースを今作ったんですけど、そっから YouTube ライブができるのか否かっていう、検証もしてみたいなと思っているので、今日みたいにこんなにこう綺麗にセッティングできないかもしれませんが、ちょっと そっちの方も遊びにいらしてください。もう終わり。あー嬉しい。ヨルシカさんの春泥棒、ちょっと聞いてみよう。やっとゆっくり見れる時間になったのに。おしゃべりはまだちょっとできるけど、歌をじゃあまず歌っちゃいましょうかね。そう、歌がねちょっとあんまり遅くに歌えないんです。シェーカーいるかな？いらないか？いらないか？じゃあ、そう、去年リリースした、曲を一曲やろうかなと思います。じゃあさっきちらりと譜面が見えていたあの曲を、じゃあ今日ラストの曲です。聴いてください。 Always。
もう十分許してあげようよ、いつだって Summer for love so you is by your side ダラララダダダララダダダララダダダララありがとうございました。キーボード上田ポリッピー総一ありがとうございました。今度からそう言おうかな、上田ポリッピー総一さん、ね、いるよね、ありがとうございます。そうそう、いそうだよね、いるよ、そういう人、こうなったろうな。ありがとうございます。あー嬉しい。あらららなんて歌ってくれてる、ありがとうございます。じゃあちょっと BGM を出しとこうかな。あーたくさんのパチパチ、いいね、ありがとうございます。嬉しい。じゃあ動画にするとすごいね。しょぼってリバーブ、すいません、リバーブつけてもらっていいですか。こういうのね、すぐ忘れちゃう。電録さんに許可を。電録さんは谷村新司より巨大でしょ。ポリピさん、そう、電録さんの曲とか CM ソングとかね、ぜひいただきたいです、ね、ぜひ、まあ、歌の方で参加したいと思います。ポリピさん、いい仕事してます。ありがとうございます。いやさすが、さすがだね。なんか本当にね、出るつもりもなかったし、やるつもりもなかった曲ばっかり。そうですよ、本当に、ね、ものの30分前に決まった感じなのにね。ねえ、できるもんですね、やっぱり。麻婆豆腐丼食っとこうと思ったのにさ。麻婆豆腐丼食えなかった。そうそう、チンジャオロースとね。そうそう、冷食を食っとこうと思ったのに。いやいつ聞いても前向きさをもらえる、ありがたいです。わー嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。そう、モチベーションとファインドと、ね、去年出た、曲、このオフィシャル YouTube チャンネルで聴けますので、もちろんそれだけじゃなくてサブスクとかダウンロードもできますので、よかったら聴いてください。嬉しい。多分この BGM がね、スタイフだから、こうスタイフ感覚になっちゃうんだろうね。なるほどね。じゃあ BGM か、お湯が引いとけばいいんじゃないの、じゃあ。その他ないんでしょ。 あるけど、ちょっと今選べないから、じゃあお願いします。わかりました。じゃあ引いとくよ。すごい。
違う。すごい遊んでるし、機材がさあるから遊べんのいっぱい。なんかなんかないんですか、上田さんがプロモーションしたいこととか曲とか。なんもないですよ。弾きたい曲とかないんですか。バイオリン懐かしい。ちょっと待って、これ終わらんくなるからごめんなさい、俺が悪かった今のは。まさかの分かっちゃうからね、みんな分かっちゃうのよ。その音がちょうどあったんだよ今手元に。カチャカチャ回したらさ、いや、いつかあの総一さんの傘をね披露してほしいですね。傘、うん、元気で歌うっていう。カラオケ行ったらさ、元気でこれ歌えるんですよ、総一さん、すごくないですか。じゃあ歌ってください。え、ちょっと歌ってくださいよ。いやいや、歌ってよ。はい、どうぞ。なんでこれ、総一さんに歌ってほしかった。いやいや、そんなことない。そうなんですか。なんだ、いやいや、歌わんのかい。歌あ、じゃあ それも BGM で。覚えてるから。でもあの本当にね、傘ね、実はね今日歌おうかなってちょっと思ってました、一人でやるとき。あ、本当傘好き。あ、嬉しい。じゃあ今度ちょっと上田総一さんで傘って紹介してる。今やっと見始めました。うわー、そっか、もうね、でもね、ちょっと終わりにしようかなって思って、今日ね3曲歌ったんですよ。ちょっと一度アーカイブは残しておきますので、後でよかったら見てください。ちょっといつまで残すかは、まだ決めてないんですけど。あ、しなさんが歌ってくれてる。通知が来てたのに気づかず YouTube につないだらおすすめトップに出てきました。今からさ、え、そういうのがあるんだ。え、おすすめトップっていうのがあるんですか、これが。はい。いや、絶対何のおすすめなの。え、マジで。じゃあもうしょうがないな、しょうがない。あ、そうね、そうかも。今結構ね、熱込めて弾いてたよね、俺。ライブバレに見せたい、もうこっちカメラ向けたい、本当に。今の本気で弾いてたよ。いやー、あー、そっか、おすすめチャンネルだって。なるほど、そういうのがあるんだ。なんかあの、そうなんですよ、去年2回ぐらいやった時も、その初めての人が YouTube ライブを見てくださって、え、なんで初めてって分かるんだろうと思ってた。どうやってみんな知るんだろうって思ってたんですけど、ちゃんとそのトップページがあるんだ。そこに今やってる。みんなめっちゃ喜んでる。そんなに。本当。ジャンプ、そんなに反応いいの。この深夜ラジオ的ノリ面白い。確かに深夜ラジオよ、ね、これ。おかしいな、うん。動画なんだけどな。確かに動画、まあ俺。しかも一人しか映ってないっていう。え、もう終わり。いや、でも嬉しいです。このなんか初めての方が来てくださるにはどうしたらいいんだろうって思ってたんだけど、勝手に出てくるんだね。すごいじゃん、でもおすすめになってるって。嬉しいですね。すげえ、そんなことあるんだ。もう西川のおっちゃんが、上田さんノリノリなところとっても好きですって。お、来たね。やっぱ長年やってるとこういうことができるんだね。ね。もしもこの都会の真ん中で種を植えたなら、どこまで育つか天までの
やがて花が歌っちゃう。いいじゃない歌っちゃうよ。そう、今度ね、あの歌本みたいなのを持ってきて、おその場でこう、なんていうの、マジか、公開処刑やんそれ。皆さんからのリクエストとか、ジャンプ来ますよ、ジャンプ来ますように。私が歌えるジャンプは歌えわ。なんかそういうのとかね。それやりますか。楽しいよね、そういうのとか。大変だよこっちが。まあそっちも大変やけどね、歌詞と歌がね。いや知ってる曲ならなんとかなるけどね、知らない曲だったら、知らない曲来ると分かんないんだよな。即興オンラインは、そうそうそう、ストリートライブ、あまさにね。だこの初めての方にどれぐらい聞いてもらえるのか、見てもらえるのか、おすすめチャンネルですね。そういうのが分かんないね。それが分かったらさ、なんかいろいろやれることとかね。このチャット率とか何なんだろう、再生回数なんかある、そっち側で見れるやつがあるんですか。うん、あでもすごい見てる人はどんどん増えてる。な、え、歌い終わっちゃったのに。なんか歌うじゃん。え、いいのかな。いいよ別に、そうちゃんがいいなら。ただ俺何も譜面ないよ手元に。なんかそうちゃんが麻婆豆腐丼しかないよ。弾けそうなやつなんかあります。オリジナル、もうカバーでも別になんか、え、カバーなんかあります。携帯見て、あ、いいよ携帯のコードを見て。でもさ、譜割りが分からんだよね。なんだろう、最近やったやつって言ったら何だろう。ちょっと調べるから。最近、あ、ピース、それね、あれ難しい、あれ譜面ね、もうね、譜面つうかどっか行っちゃった。え、なんだろう、あと何、あと、え、探してこようか。なんかできそうなの、歌ってよければ。コメントはどんな感じなんですか。あ、カーペンターズね。うん、一人で人間から開けばく、カーペンターズ、カーペンターズ、じゃあ私が簡単じゃないからね、カーペンターズなんだろう、やってる間にやばい、麻婆豆腐丼の歌はないよ。麻婆豆腐、麻婆豆腐、あるの、何、知らない。びっくりした、あるんやって思って。カーペンターズなんか弾けるのあります。クロストユーとか弾けるかな。クロストユーだったら調べればすぐ出てくる、うん、でもなんかリクエスト来てくるっぽいんだよな。じゃあ歌ってる間に考えてもらう。どんなライブですかこれ。わかんない、でも楽しいからいいや。面白いなこういうのね。え、時代が変わったね。すごいな。歌詞出てきたよ一応。何の、クロストゥユー。もはやもう麻婆豆腐丼と作ればいいんじゃない。バレンタインデーキス、バレンタインキス、愛し君へ。だんだんカオスで楽しい。麻婆豆腐丼の歌楽しみにしてます。ジャンバラヤ白日白日って何、キングヌーじゃない、すごいやつだ。うん、ずっと前からチャンネル登録してます。 ありがとう、嬉しい、嬉しいですね。ね、だ今年はあの YouTube の方もね頑張ろうって思っているんです。その今日は第1回目です。あ、第1回目なんだ。第1回目だから第2回目も近々できたらいいなって。今のところそのね、ツイキャスプレミアのライブとかも決まってないので、うんうんうん、でもあのみんなぜひあのそっちのライブも決まったら来てくださいね。そうね、そうなの、結構スタイフとかこれとか
ね、あの無料のこういう配信もたくさんやっていきたいなと思ってるんですが、そうね、あのそうぜひ応援よろしくお願いします。続けていけるようにまあみんなねそうだろうね。ね、でも今まあなんかそういうみんなねそうやって頑張ってるからね。でも楽しいな。クロストユー行ってみます？歌詞は。良さげなリクエストもあるよ。Why do birds suddenly appear every time you want me? Just like me, they long to beCrossed to you. Why do stars fall from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sphinx moon is in your head, and gold star in your navel blue. That is why all the girls in town follow you.Just like me, they long to be close to you.
ありがとうございます。ライブ見たい。コロナ終わったらお願い。ああ、嬉しいよ。来てね、ライブ。初見さんに黄色い花どうですか。ほう歌ってないの。広瀬香美さんのようにはどういう意味どういう意味なんでしょうか。やっぱり変わらず変わる。ありがとうございます。あ、ヘッドホンで聞いてるんだ。あ、嬉しいです。そうそう、ヘッドホンで聞くのもおすすめです。大学の頃、エリちゃんのカバーを聴いてカーペンターズの曲聴き漁ったのを思い出しました。そうなんだ、嬉しいな。どちらで英語の勉強されたんですか。いえ、あの、とてもがっかりするかもしれませんが、私喋れないですよ。あの、それを言うなら本当にカーペンターズかも。カーペンターズを小学生中学生の頃に聞いてすごく好きだったので、この発音は多分カレンじゃないかな、うん、と思います。あ、すごい、初見の皆さん、チャレンジ登録、あ、チャンネル登録と高評価ボタン忘れずにお願いします。スタッフみたいな実況さん、嬉しい、ありがとうございます。応援チャージもよろしくお願いします。そうそう、そういうのも今ちょっと今回から始めてみました。うん、カーペンターズ英語学習法。あ、でもね、発音は本当にあると思います。やっぱすごくね、あの、それこそヘッドホンで聞いたので、この歌詞と照らし合わせながら、これはこうやって発音するんだって。だから小さい時から、あの、英語の発音の綺麗な洋楽を聞かせるっていうのは確かに一つの英才教育かもしれませんね。いやいや、なんか特になかったかな、これっていう、なんか総算的にありました、これ。何何やってみたいカバーとか。え、みんなの中からのやつ。あ、でもいいし。ジャンプ。いや、ねえだろ。なんかたくさんやりすぎてね、何ができたっけな。でもあんまやりすぎると広瀬香美さんみたいになるってことなの、これって。わからない、全然わからんのやけど。わからないですけど、いや、でもね、あの、全然その、あとなんだろうな、みんなが知ってる曲とかはリクエストあったら。私は小学生の頃、ジャッキーチェーンの映画をよく見てたけど、カンフーの達人になれなかった。それなれたらすごい。英語の話から。そう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 ですよね。確かに私もね、やっぱり魔女の宅急便どんなに見ても空飛べなかったもんな。ほうきで飛べると思ってたら多いよね。そうそう、ほうきでね、結構チャレンジしたんですよ。本当に。その一人か。したんだけどね、ダメだったね。今日誕生日だったの、サッチン。わー、おめでとう。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 サッチンおめでとう。わー、そうだったんだ。あ、クロステイ初めて聞きました。あ、多分ね、ライブでどっかでやったことはあります。室温調整以外はバッチリでした。室
線調整って何？あ、このエアコン。駅、駅歌ってください。駅って何？駅ってあれ、マリアさんの駅のこと？いや、わかんねえ俺。難しいんじゃん、それ駅。一回聞いたぐらいじゃん。どうだろう、総一さん、総一さんどうだ。不便さあれば、不便っていうか、ふわりが分かればね、別に。ふわり、あれ聞いたことない？やってみて。あ、東京マリア、マリアさん、ドリカム未来予想図2。ふわりが分かんないけど、ふわりさえ変えてくれるかな。え、でもなんか駅知ってそうだったけどな。ほら、この節で分かんないじゃん。うんうんうん、そっか、それさえ分かれば別に。何してんの、でもこれ。いやでもすごいたくさんの方見てくださってはいるんです。見覚えのあるレインコートって書いてあるよ。黄昏の駅で胸が震えた。合ってる？なんかそんな感じ。いや、これ見てるけど。早い足通り紛れもなく昔愛してたあの人なのね。懐かしさの一歩手前で。あ、ここが違うのか。懐か、もう一回歌って。懐かしさのところ。懐か、え、どのキーで始まってんだろう。なんか元気ってやつ押したよ。あ、本当？ちょっと待ってね、最初からやってみる。ここがわかんねえな。まあでも歌聞いたらなんとなくわかるか。あれだね、なんかリハーサル配信みたいな感じ。瑠璃色の地球、あ、瑠璃色の地球やったよね。お、みんなどんどん出てきたね。あ、そうなの。でも全部答えてたら。そうですね、うん、やってみますか。いやいやいや、本当に分かんねえよ。あ、これ本当、うん、でもまあなんとなく弾いてみる。別のがいい。未来予想図2。それも調べなきゃね。なんせ今ここに何、手元に何、麻婆豆腐のしかないから。瑠璃色の地球、瑠璃色の地球ってやらなかったっけ。あれ弾いてないんだっけ。瑠璃色の地球、すごい時代だわ。梢ちゃんとやったよね、確か。コード、なんとなくわかんのかな。この感じはね、あの本当にね、一人じゃできないですから。ソウさんいてこそのできる企画。あ、やべえ、変なやつになった。変なリンクコンだ。夜明けの、あ、繋がんないんだよ。こっちの方が大きいから見やすいかも。あ、それすごい嬉しい。でもこれ、で私携帯で見て、これで検索して。あ、検索ちゃんしてくださいよ。誰もいなくなってしまった、うん、ちょっと待って。どんなやのどんなおすすめチャンネルよ。瑠璃色の地球。すごいな、これもうライブ始まった時、いや、みんな一斉にリクエスト言ってくるんじゃない。これで、ちょっと待ってね。すげえな、これ。配信してるんだよね、多分これ。
今ね配信してるんです。コメント見てみよう。おすごいな。そうね、リハだねこれ確かに。うん、リハ配信みたいな、うん、マーボーと。リサさんのホムラ。何それ。だからあれですよ、炎のやつ、鬼滅の。ちゃんと聞いたことないんだよね。鬼滅の刃ってやつ。あ、これかな。ん、はい、はい、ありがとうございます。めくりながら聞かなきゃいけないってこと。じゃあちょっと私はこっちの方で検索してみます。地球どんなテンポ。あった。どんなテンポ。冒頭歌ってください。キーください。夜明けの来ない夜。あー、はいはい、なんか聞いたことある。うん、聞こえてる。これさ、分かる。まあ、違うとこは勝手に変えればいいよね。はい。じゃあちょっとやってみますかね。こっちだよね。私もね、正直これなんか D メロみたいなのなかったよね。大丈夫だよね。わかんない。ちょっとやってみますかね。でも俺これ途中でこうスクロールしながら途中で変なことになるかもしれないですけど、すいませんね。でも皆さんに楽しんでいただけたら。すごい、半年ぶりの配信がこれってすごいな。夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。お台の辰巳先で暗い海を見ていた。悩んだ日もある悲しみにくじけそうな時も、あなたがそこにいたから生きてこられた。朝日が水平線から光の矢を放ち、二人を包んでゆくの、瑠璃色の地球。どこだ今。
地球という名の船の誰もが旅人、一つしかない私たちの星を守りたい、朝日が水平線から光の矢を放ち、二人を包んで大変だわこれすごい、ちょっとあの D メロ的なの来た時にやーって思ったけど、なんとか覚えてた、うん、なんとなくなんとなくだけど、ザ・ファースト・テイクみたいとかひどいよね、ファースト・テイクもっとちゃんとやってるもっとちゃんともっと練習してきとるよねいやでもその 気持ちはそんな感じだよね、本当に気持ちはファースト・テイク気持ちはね、いやだってこの iPad いいよね、あのスクロールすると、うん、止まってほしいところで止まってくれないよね、しかもねそれさ勝手に動いてくる、そうだから、あ、やり方、あ、そうそうそう、これこれこれ、そう、え、マジで、うん、俺ずっとこうやってやってて、こう、こう なるやん、なんかさ、ポンって押すと、こうなんかよくわからん画面にもなって、勝手にこうやって動いてくれる、すごい、それ教えて、初めにね、それ教えてよそうそう、あの、ね、みんな知ってるかな、ユーフレットっていうサイトのさ、歌詞とあのコードが出てくるやつなんですけどあれピュンってタップするとこう歌詞がね勝手にこう動いてくれるの、まあ、ユーフレットさんの宣伝も入りました入りました、スポンサー狙ってる、まあ、ちょっとでもなんかみんなになんかいい情報を有益な情報ユーミンの卒業写真と一応これすごいね、ダメ、キリがなくなる、ね、これちょっとこれどうしようかな、じゃあ閉めてください、今、あ、すごい、もう9時になるということで、すごいね、いや結局今日何曲歌ったんだ、 1、2、5曲ぐらい、5曲、そんな歌普通のライブじゃんくそ、そんなやってしまったか普通のライブじゃないですか、いやー楽しかったね、あのぜひ皆さんよろしくお願いします、本当だわ何をだっていうもう察してよいやー楽しかったです、本当皆さんたくさん見に来てくださって本当にありがとうございました、いやーやっぱりいいね音楽って、本当にそうか、そうだよね、多分ね、いや楽しいよ、いや嬉しいジャンプもちょこっと聞けてお得ありがとうございました、あ、本当に、いやそんなに喜んでもらえたなんて、やってよかった、今さきっとみんなストレス溜まってるからね、あのなかなかね人にも会えないし飲みにも行けないし、ちょっとでも楽しんでもらえてよかったです、次回は多分スタイフのライブ配信になるかな、生はね、あと、あ、もう月曜日だ、あさって早いな月曜日にもスタイフはあの更新します、お休みチャンネル、よかったらそっちの方にも遊びに来てください、あ本当に嬉しい
またね、あのツイキャスのライブなんかもできたらいいんだけど、今のところちょっとまだ予定が立ってないです。まずはね、ちょっとアルバムを仕上げたいなという、ところで頑張ってます。すごいファインドだよねそれ。アルバムの宣伝しようかBGM で宣伝。ファインドが来た。じゃあ出せよっていう話だね早く。そうね、出してから宣伝しないと意味ないね。、はい、何をしてんやろ。いや本当にありがとうございました。あ、ももちゃんもサポートチャージありがとうございます。いやありがたい。投げ銭です。いやなんかあれだね、この BGM はそれはそれで心地いいから、なんかついついずっと聞いてたくなる感じ。喋んなくていいんじゃないかっていうね。さあ、さよならさよならが聞こえてまいりました。ということでですね、また近々お会いしましょう。次はどっから配信になるか分かんないけど、またなるべく早めに告知をしたいなと思っております。ということで、明日は日曜日、ゆっくりしてください。でまた来週1週間頑張れますように。9時か、じゃあこれからみんなお風呂入ったりご飯食べたりして寝るのかな。本当に今日もありがとうございました。ということで1時間半え、もっともうちょいやってんじゃない？2時間くらいやってたかな。いや本当に楽しかったです。ありがとうございました。ということで、いつもどうやって終わるんだっけ、こんな感じでいいのかな。じゃあ3-2-1で終わりましょうかね。猪木的です。じゃあ行くぞ。3 なんなん今日これ。乗ってくるから、もうそうちゃんが乗ってきちゃうから、もうすいません。ほら言ってるよ、ほら3-2-1。みんなの方が締めようとしてる。じゃあ3-2-1、ありがとうございました。ありがとうございました。